皆さんこんにちは、こんばんは、マリカです。今回もやっていきたいと思います。でグリルができましたグリルキャンプみてえだなこれでグリルができたことによって、これお肉ローストビーフでもないかな、わかんないなお肉を作れるようになりました。であと釣りでお魚を釣って魚も焼くことができると、すごいなんか回復量が半端ないな、すごい。で一応今回は釣り竿を作りたいなと思います。釣り竿をな作んないとな、本当。あ、なんかびっくりマーク出てる、どうした。どこかにバスケットを置き忘れたみたいなんだけど、どこかになんとかなる。ミルクを配達してたのよ、その辺。多分んポルティアスクール、ポルティアスクールとはとは学校周辺だって。学校ってどこだろう。地図見よう。学校？あー、こっち側中央広場か。ってことはこっちかな。違うよね、こっちか、あれ違うよねあ、この人が海のそばで暮らしてるってのに。あ、そういうことクエストだったんだ。学校ってどこだろう、これ。あ、ここか、 OKOK の周辺で見つければいいのかな。お、学校だ、すごいな。よく外国ってこういうロッカーだよね、みんな。あの教科書とかいろいろ入れるところ。お、トビーだ、トビーが学校行ってる。無駄に広いな教室、すごいな。すげえ、掛け算書いてある掛け算が書いてある。じゃあ学校周辺で牛乳のバスケットを探せば。あ、宝箱。お、カバンだって。これ拡張なのかな、カバン使う。拡張はされてないのかな。あー、 HP が50なんだ、カバン装備拡張ではないのか。そういうことか。じゃあ学校周辺でちょっとバスケットを探そう。あれ、こっからじゃなかったっけ。あ、こっちかその前に夏釣り竿も作んなきゃいけないからな。お、どうした。込みすげえゆらゆらしてるゆらゆらしてんな。ちょっと待ってください。はい、戻ってきました。ちょっとスクショを撮った面白いから。あ、先生なんだ、ルーシーだって。トビーが屋根に放り投げた。モーリー学校に通う。マーズの、ああ、そうなんだね。あいつなんか調子乗ってた厳しいな。あ、三女か。あ、兄弟、あ、姉妹なんだね。
屋根に登る方法。これ登れる、あ、そっから行けんじゃね。ここよいしょ、あ、あったよ、あーつ、落ちた。バスケットあったよ、なんか鳥の巣がある。あ、すげえ、屋根登れんじゃん、ここ。もう上は登れないか。よいしょ。で、これをちょっと移動しよう。で、ソフィーさんに届けに行こう。じゃあこのまま届ければいいのかな、ソフィーさん。なんで屋根の上に放ったの？トビー。トビーってあのここのレストランの息子さんじゃなかったっけ？あれ違ったっけ？だんだんその誰がどこに住んでるのかとか把握してきたけど、ソフィーさんどこ？ソフィーさん、さっきなんかここら辺にいた気がするけど。お店にいるのかな、ソフィーさん。よいしょ。鳥ちゃん攻撃されるんだよな、ヒロエが。ヒロエと攻撃されるんだよな。よいしょ。中にいるかな。探すのもすごいめんどくさいな、人。あ、いた、ソフィーさん。オッケー。それほどお金が上がるわけでもない。それほどお金が、あ、ちょっと待って、今またなんかポイントが出てたけど。うわぁ。うわぁ。めんどくさいな、入るのが。よいしょ。おばあちゃんどうした？あ、作ったよ、確か。おお、ナイスナイス、よかった。動画外でね、貯水タンクを作っておいたんですよ。で、設置ができないからどうしようかと思ってたんですけど、ここで役に立った。あ、パンプキンパイゲットン。お、100ゴールド、やったね。で、じゃあ釣り竿を作るから繭が必要なんだよな。で、繭を入手するのに、ツリーキックって書いてあったんだよね。で、多分ツリーキックって木をキックした時にドロップするのかなと思ってて、体力が SP がある限りちょっとやってみようかな。でも結構消費するんだよな。キック。なこっちだ。キック。ゴムの実しか取れないね。どこでどうドロップするとかあるのかな。どの地域でっていう感じ。どこのエリアでっていう感じであるのかな。とりあえずここの木ってゴムの実しか取れないんだよな。やっぱツリーキックってやっぱ木をキックなんだね。そのまんまか。多分、あー、でもどうなんだろう、橋作ってからなのかな。向こうの島の方なのかな。で、取れるとかあるのかな。橋を作ってからじゃないと釣り竿できないみたいな。
お、リンゴじゃないこれ。お、やっぱリンゴだ。あ、やっぱエリアごとに違うのかな。何落ちた？ゴムの実だ。木の色とかで、あ、形とかで見分けるのかな。わあ、すごいなんか難しいな。なんだこれは。なんだ、あ、眉だ。大きい木か。え、ちょっと待って、ハチミツがすごいことになってた今。どうしよう、いっぱいだな。消費しよう何かを。リンゴを食べて、あ、SP なんだ、リンゴを食べるの。え、で、肉食べて、どうしようかな。いらないものを、捨てる。蜂蜜、蜂蜜、すごい瓶のまんまだけど、蜂蜜瓶のままなんだが。眉はどのくらい必要なのかな。とりあえずここら辺で取れるっていうのは分かった。2個か。何個必要だったっけな、釣り竿を作るのに。やばい、夕暮れになってきた。なんか前回もなんか倒れた気がするんだよな遅くまで起きてたから。とりあえず釣り竿を作ってみてどうだか。お、作れる。マックス、オッケー。じゃあちょっとこれを移動しよう。で、いらないものを収納箱に。一旦もいらないかな。塩と、ちょっと待ってちょっと待って、パンプキンパイもいらないかな。あ、パパベアさんにさ、これプレゼントしたらいいんじゃない。ちょっとこれを回収一応いらないものをどうやって、これもいらないかな。とりあえずこの感じかな。で、あとでパパベアさんのとこ行って釣りをやろう。寝る寝る。寝よう。寝て起きて、釣り行こう。じゃあどんな釣りシステムなのかがわかんない。操作簡単だったらいいけど結構慣れてきたな。何をやればいいかとか結構慣れてきた感じかな。で、パパベアさんのところへ行って蜂蜜プレゼント。ご丁寧にね、パパベアさんの好物って書いてある確かね、そこあたりにいた気がするんだよな。バスローブの人、人ではねえな、なんだろう、オオカミ
クマさん ベアーって言ってるからクマさんだろうけど、いるかな。なんかここら辺うろちょろしてて、朝だからいないのかな。バス停。いないっぽいね、パパベアさん。向こうに人がいる。あ、なんかあるね、向こう。いろんなものがある。やっぱ橋早く作んないとな。とりあえず釣りしてナマズを2匹か。これどうやって使うのかな。あ、間違えた 間違えた。あ、やべ、入っちゃった入っちゃった。これどうやって使うの。どこで釣りできんの。使用できません。あ、そこか。魚いるところじゃないとダメなのかな。間違えたん。あ、また間違える。また間違える。あ、餌が必要。なんだったっけな。虫だ、餌。虫が必要なんだよな、トディさん。どうしよう。虫どうやって取れるんだったっけ 虫どうやって取れるんだったっけな。キックでも取れなかった気がするな。あ、すげえ、なんか蜂蜜、蜜蝋だって。取れた。おお、すごいすごいすごい。蜜蝋が取れた。蜜蝋ってなんだろう。蝋なのかな。違うな。そこから蜂蜜に加工したら、蜜蝋から蜂蜜に加工したら蜂蜜になるのかな。いや、わかんねえな。あれ、虫ってどうやって手に入れてたっけ？木から取れなかった気がするけど。なんか、倒すと手に入ってた気がするんだけどな。わかんないな。忘れちゃった。ゴールデンウィーク中にね、やんなくて忘れちゃったわ。どうだったかな。あれ、取れなかったか。虫いらないと思ってさ、売っちゃったんだよね、確か。どうだったかな。ああ、ゴムの実か。これは難しいな。あれ、ラマから取れないっけ？じゃあ、あのなんか変な、そうそう、この人だ。人ではないけど、この人からちょっといただくか。ミスターレディが。おお、ちょーい、ちょー。危ねえよよ。投げんだよな。投げるんだよ。待て待て。虫の免疫は取れたけど、8、10だって。めっちゃ高。あら、虫の取り方忘れちゃったな。
木からは取れなかったっけ。よいしょ。一応じゃあ石もやってみるか。石から取れた記憶ない気がする。鉱石ばっかりだった気がするけどな。ちょっとやってみるか。あ、間違えた。ここから取れるかな。あー違うか違うか。あ、これ多分虫かな。ちょっと待って、ちょっと待って、お、やっぱイモムシだ。あ、やっぱ木の実というかあれか。じゃあ一回整理して虫を集めていこう。じゃあ、樹液と、クロスファイバーすごい溜まってきたな。いい感じ。クロスファイバーは使えそうだから取っとく。ハーブと、とあとは蜜ろうか。であとはこれとこれと、じゃあこっちかじゃあこっちだ。で、お、蜂蜜が2つ。よし。で、これで木の実、これだ。これから虫を回収してって。なかなか虫って出ないよな。買ってもいいんだけど、売ってるから買ってもいいんだけど、自分で集めた方が。お、レベルアップ。お、10になった。縄しか取れないな縄しか取れない。とりあえず一回やってみるか。青虫がいるからね、一個ゲットしたから。一回やってみてどうだかね。よいしょ。多分お魚いるところじゃないと釣れないっぽいんで。お、釣りやってる。ここかな、魚。魚が食いついたら近くで釣り糸を巻き上げよう。近くで巻き上げるのか。巻き上げないと魚は逃げてしまう。魚が釣り餌を取ってしまうとこのマークが表示される。おう、距離のマークが、0になると釣りを、魚を釣り上げることができる。
赤い円は釣り糸の張り具合。ああ、そういうことね。大きくなればなるほど釣り糸が切れてしまう可能性があると。位置が、離れすぎていると釣り糸が赤く表示される。バブルと魚が近い、または魚と同じ位置にあるように。釣り糸の針が限界とすると。でもなんか結構難しいのかな、わかんねえな。あ、難しいな。あ、難しい、釣りが。釣りがすごい難しい。なんでこういうシステムにしたんだ。位置を合わせるのがすごい難しい、釣り。どうしようかな。とりあえず次回はね、ちょっとね、芋虫さんをめっちゃ集めてさ、釣りをやろう。釣り動画だ。ちょっと次回に回そっか、じゃあ。今回はここまでにしとくか。すげえ駆け回ったな。では今回はちょっと早いですが、ここまでにしたいと思います。チャンネル登録、高評価の方もぜひぜひよろしくお願いします。ではまたお会いしましょう。バイバーイ。